ございます。成田です。もう速攻やっちまいました。バスの中に買ったばっかの iPhone と Android を忘れてきました。インフォメーションで聞いたら携帯はあるそうなので、これから取りに行ってきます。おはようございます。今日は12月30日午前6時のスッキリ目覚めて、これからドマゲッティまで行ってまいります。マニラ空港ですけど、相変わらず飛行機が飛ぶ気配がございません。さあ、どうなんでしょう。ここはオスロブといってセブのほぼほぼ南端で、見えるかな、あっちに見えるのがスミロン島なんですけども、距離にしたら2キロぐらい。本当だったらもうここからひとっ飛びでドローンで行っちゃいたいんですけど、まあ、先ほどの旗見て分かる通り結構風が強いです。まあとりあえず昼間のワンショット行ってみようかなって感じですかね。はい、こんばんは。ということでオスロブのナイトマーケット、今日はなんかバーベキューデーだってことを聞いたので、わざわざ来ました。午前5時40分ぐらいです。これからジンベエザメ、まあ餌付けされてるジンベエザメなんで偽物だという方もいるかもしれませんけど、ちょっと会いに行ってこようかなと思っています。おはようございます。元日の午前5時半ですね。今日は4時半に起きてボホルトの中央にあるチョコレートヒルズにやってきました。ということで、もうすぐ7時、約1時間半ぐらいですかね。こんなところです、チョコレートヒルズ。小高いチョコレート丘が延々と1000個ぐらいだっけな。いまだになんでこんなになったかは不明らしいんですけど、撮影終わりました。これ季節によってね、今緑ですけど、季節によっては山が剥げて茶色の土がむき出しになるので、チョコレートヒルズと呼ばれてます。Thank you.
Okay, dan kuya. Okay lah. Okay lah. ネゴ中です。さてどうやってセブ川に渡るか、定期船が全くないパンダノンという島に行って乗りたいんですが、風が強いんであんまりおじさんがいい顔しません。ドライバーさん頑張ってくれてます。船見つかりました。金額は言えないんですけど、ゲタフェという、まあ、ローカルな港からパンダノン、それからもう一個島巡ってマクタン、ラプラプかな、あたりに降ろしてもらおうかなと思ってます。ちなみにですね、これインスタ360ニョイボー付き、今回全然出番のない GH と渡辺さんに作っていただいたオスポケ用のホルダーと、8時50分、9時に、神奈川駅のバンカー出ますんで、それに間に合うように乗っていきます。とにかく背中は痛いっす。いいとこだわここ本当、もし機会があったらぜひ来てください。ちょっと来るの大変なんですけどね、セブからも大変だしレイテからも大変ですが、ぜひどうぞ。ニョイボーって呼んでるんですけど、アマゾンで買った3000円のものですね。この先っぽにインスタ360がついてます。で、年間のトランダーマンについて、ここ今先端部分ですね。うわすげえな、真夏ですよ、もう暑くて死にそう。今午後3時なので、だいたい観光のバンカーボートがもう皆さん帰って、多分ここにいる人たちだいたい泊まる人だと思うんですね。はい、まあ僕らもっと泊まる人少ないと思ったら結構いらっしゃるようで、はい、まあ引き続きエンジョイしていきたいと思います。おはようございます。今日は1月3日の朝、何時だろう、今5時半、4時50分かな。もう朝1本テストフライトさせていただきましたが、まあサンライズですね、いい感じですね。これはまた、これ今オズモポケットで撮ってんだけど、向こうに島があるの見えるかな、見えねえかな。意外とね寒いんですわ、もう寒くて寝れなかったです。でも、ね、日本から着てきたジャケット着る気にもなれず、短パン T シャツでガタガタ震えながら一夜を明かしました。とダメだと思っていたマビック2プロが突然復活しました。
はい、今レイテートのパロンポンという地が見えてきました。今回結構ハードなツアーだったんですけども、今乗ってるボートが最後の船移動になります。まあ、とりあえず怪我はなかったですけど、いろいろトラブルがありましたんで、まあ、最後まで帰国まで気を抜かずに引き締めて頑張りたいと思います。パロンポン着きました。ちょっと贅沢して車をチャーターしようと思ったんですが、そんなのないそうです。なのでバンです。バン、はい、3、4時間かな、もう一踏ん張りで今日のお宿です。タクロバン着きました。ここはね、前にも泊まったんですけど、バンブーガーデンというホテルで、すごく広くて綺麗な割に値段が2000円台と、とっても安いお得なホテル。まあ、タクロバン全体的に安いですけどね。でも、ペディキャブとかそういうのは逆に高いです。こんな感じです。部屋は、おはようございます。タクロバンで朝を迎えました。これから今日午後ですね、マニラに戻ります。どんよりした、まるで僕の気持ちのような天気でございます。これが今回ラスト2日泊まったコンドミニアムなんですが、さあ荷物を持って空港に行く前に一瞬寝れるかなと思って戻りましたら、どうやっても俺を日本に帰したくないらしく、エレベーターが動いてません。このままだと荷物当然全部部屋にありますし、パスポートもテンポラリーパスポートもないと、で当然帰れないと、どうやっても返したくないと。さあどうする。まあスタッフあと30分で動くって言って、それなら余裕で間に合うんですけど、もうこの国の人の言うことは全く信じられないんで、どうする。しかもね、今日泊まってる部屋50階なんですよ。50階、もう10階20階だったら頑張って登るけど、50階は無理でしょう。メカニックが来て今からメンテナンスが始まります。なんとかなるかの。ですね、今は1月8日の午前3時30分。まあ先ほどから言ってる通り、コンドミニアムのエレベーターが動かなくて部屋に戻れなかったんですが、なんとか動いてくれました。ところがですね、エンジニアが来て、動かねえ、こんなん動かねえよって言ってたんで、実はフライトチェンジをしたんですね。6時15分のフライトから11時45分のフライトにチェンジしました。まあ大した金額じゃないけど、お金かかってます。で、まあ無理だろうなと思ってたんですが、動いてくれちゃったんですね。で、今1回上がってきて、もう1回6時15分の便に飛行機を取り戻すというね。このまま50階に来てくれてアウトできれば、まあ飛行機には間に合うかな。まあ、今回ね、ほんといろんなトラブルがありました。まあ、とりあえずですね、空港には間に合って、まあ回収、勝回収の回収っていうところで、まずい日本食食ってますわ。まあ、あとはフライトがされるかどうかですけど、まあ5054は割とちゃんと飛ぶんで、そんなに心配してません。もうほんと疲れました。お疲れさんです。